今回のタイトル、ターニングポイント、何が起きるんでしょうか。ええ嘘。あら。ああ、そう、そうか、こっからずっと出会って、おかい、おー、ちょっとおかえり願った、すごいこと言ってる。ちょ、ちょ、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは無職転生2異世界行ったら本気出す第18話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました無職転生2期ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第18話ということで、やめていいですか、やめていいですか。ターニングポイント3なんですけど、もう終わりだよこの作品。もうダメだ、もう本当に死ぬかもしれない。だってターニングポイント1がギレーヌたちと転移事件でバラバラになるっていうところ、そしてターニングポイント2で死にかけるっていうところで、多分ターニングポイント3は死にます、死にます。誰か死ぬわこれ、誰か死ぬわ。おいおい死んだわあいつってなるわ。あーもうやだなマジで、何が起きるんだろう。なんかいいターニングポイントであってほしいんだけど。家族仲良くなりました、終わり。それでいい、よくない。うん、やっぱり今まで不幸なことにばかり引っ張られてきた人生だけど、これからは幸せだけを見ていくぜ。これが人生のターニングポイント、レッツゲリー。そんな感じでどうですか。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さて、お、ノールン、あら、あ、振り返してくれないの？あら、あら、あ、好き。好き。お兄ちゃんになっちゃうぞ。どけ！俺がお兄ちゃんだぞ。はい。あら。ああ。いろいろと対戦の話だね。対戦のやり。ラプラス。はいはい。A の計画？ああ、はい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 。書き方。どうだろうね。でも第三者が語るわけだからね。どうしようかってとこだね。書き出しに悩む。あら。あら。あら、いいじゃん。結構刺さったんだな。あっ！心の奥から声が出たのを感じた。やばい、ノルンが心を。開いてくれた。嬉しい。もうノルンが心を開いてくれただけでお兄ちゃん喜んじゃう。どけ！俺お兄ちゃんだぞ。もう全力でお兄ちゃん遂行しちゃうよ。さて、まだ愛者があんまり絡んでないね、でも。ああ、いい。もう、いいよ。いいわ、私。さあ、一方その頃、でも、ここにルディが合流してるってことは、多分、ターニングポイントここ絡みだよね。でも、どうなんだろう。エリナリーゼさんもいるもんね。っていうか、なんか、メンツが戦闘向けなんだよな。どうなんだろう。転移するのかな？でもどうやって？だってまだペットボトルが関の山じゃない？暴走しちゃう？魔法陣。あら。愛者。うん。あら。あら。あら。お給金。
あら、ガーデニング？あら、変じゃないさ。あー、それは？あら、おねだり上手。おねだり上手すぎる、この子は。あら、そうね。あら、ご寵愛？あ、ご寵愛っつ、あらあら、そ、ん、どういうこと？プレゼントじゃないの？ちょっと良くない考えが頭を巡ってしまった。あ、すごい。うわ、すごい。名前を出して交渉。交渉上手だな。あら、すごいな、賢い子だな。なんか生きるのがうますぎる可能性がある。ノルンがあれだけ、あー、そうなんだ。あ、お母さんの教え、リリア。あら、綺麗な。さて、有機物、動物、小動物って書いてある。食べ物。あ、なるほど。なるほど。オルテッド？ん？あ、召喚術か。報酬。灯火の精霊。あら、すごくね？マジ？協力しちゃうわ。あら、おお。すごいね、不器用だったのにね。すごい。いや、この関係いいよね。ジュリとザノバ良すぎる。あら、神社？残ってるんだ。あら、いいね。いいね、いいね。なんか家族になってきてるね。あ、そうなんだ。はい、すごいね。それ以上の感情はない。交換されちゃうっていう。そうね、すごいね。いろんな形を見せてくれるね、この作品。はいはい。体内の魔力総裁。
あー。見た目が。うん。ほーん。なるほど。ああ、そうね。いい流れが続いているけど、あの今回のタイトル、ターニングポイント、何が起きるんでしょうか。グンってなるから。すごい楽しい毎日が。うん、そうね、充実しすぎてる。そうね、充実しすぎてるぐらいに充実してるけど。さて、シルビー、重い何か。ん、いざとなると何。ん、はい、え、嘘。あら、家族ができたよ。これはちょっとなん、どう、いやあ、そうか、こっからずっと出会って、運命です。マジで人生、マジで人生。あ、ま、マジで人生ですね、この作品。はい。手が。愛者にしっかり管理してもらいましょう。そうね、本当により一層体に気使わないとね。ああ、2年。あらあら、うん、いいね。でもなんか今までのこの嫉妬嫉妬のなんかバチバチじゃない姉妹関係あり。そうね、目ん玉飛び出る。そうだろうね。ただただお父さんたちは今どこに、今だ大丈夫だ、だそこはちょっと、もうちょっと、これちょっと、僕は、
そうなんだよな。これを考えちゃうんだよね、僕。でもこれって絶対ないじゃん。あ、てか、ゼニスのこと思い出し、あ、なに？なに？ What's up？ 何その髪、なに？ What's？ 何？は？え？あら、なるほど。行かなきゃいけない。え、これ、あ、あ、あ、おかえり、お、ちょっとあの、おかえり願っ、あ、でも、あなたに助けられてるから。ギースか？人手が、はい、一言。うん。ああ、変わらない。あ、その流れもあるかも。なんかさ、言い方がすごいな。いや、なんか、騙したというか、うん、事実ではあるんだろうね。何が見えてるんだ。未来が見えてる？なんか見せたいものしか見せてくれないよね、相手が。うん、間違いなく誘導されてる気がするんだよな。うん、まあ、まあ、そんなものはないけどね。うん。まあ、言ってたらね。死ぬ？はいはい。表情が不気味だな。そうか、さ、まあ、そうなるよな。うん。機運？今も？でしょ？え？うん、うん。ほんほんほん。ほん。はいはい？え？いや、すごいこと言ってる。どういう、なんか全てのイフは見えてるっぽいよね。もしこうだったらの、な？あ、なんか全身真っ白でツルツルのなんか変な人に会いました。うん。うん。このタイミングで行ってくるっていうところはなんかいやらしい感じはあるよね。マジンガー？気にする、気にしちゃう。行かない。
何が起きた？え、けど行くような間違いなくオープニングなら。行く？あ、エリナリーゼさんが行く？あ、違う、護衛がある。ねえ、もう、何リーゼさん。はあ。もうザノバ、ザノバのこのクール、まあね、はいはい、いや、それすっげえ頼りになる、マジで。ザノバ、ザノバいいやつすぎるだろ。どうする？いやいやいや、なんとか飛ばしてくれんかな、七星。せっかく仲良くなったのに、ノルンたちと。そうだよね。ルディに頼むっていうところ、まあルディが一番あれだしな。ノルン？その持って、あらららららら、そうか、そうだ、できるのにやらないわ。でもそれも後悔だもんな。わあ、でも1年かけるのか。ちょっとなんかここまで迫ると、わあ、なんか、ああ、行こう行こう行こうだ砂漠の旅ですか、砂漠の旅か。
というわけで、見終わったわけなんですけど、苦しい。この作品息苦しいよ。きちえ、なんか、うわーちょっと、うわーなんかさ、ずっと身構えてたから、これ、きついわ、なんかこの、七星のこの天意の魔法陣が暴走してあっちに行っちゃったっていう流れかなとも思ったから、あーきつい。あーなんかさ、この選択を迫られるこのきつさ。なんかじりじりとこう、ナイフをグズッと刺されて、思いっきりナイフをねじられてる感覚。うん。いやーじゃあ、ラブあじゃあ、みたいな。どっち行っても後悔。どっち行っても後悔。でも、やって後悔の方がいい。やらない後悔よりやる後悔。いや、絶対誘導してるよな、でもこれ。絶対一番美味しいタイミングで接触上がってきてるよ、人髪。僕はもう信用しない。うん。もうターニングポイントが出てきたら、もう人髪を疑うことにします。うん。笑ってるんだろ、人髪。っていう風になります。っていうところではあるんですけど。いやさ、このタイミングはえぐいな、マジで。いや、てかなんかさ、もうなんか突然とんでもないことが起きちゃったじゃなくてさ、なんて、なんでこのタイミングよっていうさ、いや、もうさ、もう衝撃に備えてたからこそさ、なんかもうボディーブローのようにじわじわ効いてる、マジで。ずっとこう、固めてきたのに別のところをジン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 、なんかこうやって腹筋を固めてさ、なんか衝撃に備えていたんですよ、ずっとこのね18は、いつでもいいぞみたいなことを思ったんだけど、もうひたすらここをつねられてる、もう痛い、いやーごめんなさいってなってる。でもいつ衝撃が来るか分かんないからっていう感じになってますっていうわけではあるんですけど、いやこれはさ、なんでよ、なんで新しい命とルディは向き合えないの、いつも。ノルンとアイシャ、本当に、新しい命が芽生え、育ち、家族になるタイミングでいつもルディはいないんです。絶対2年で帰ってこないから。行って1年、帰って1年だとしますよね。うん。最速で、まあ、2年半ぐらいだとしましょう。うん。帰ってこれないよ。帰ってこれないよ。うん。絶対帰ってこないからね。絶対ね、多分ね、なんかまた別で、なんかいろいろとあって。でも、ロキシーと再会するってことになるのか。あ、それは熱いなっていうところではあるんだけど、あるんだけど、でもリニアとプルーサ、っていう、あるんだけどさ、絶対さ、帰ったらさ、で帰ったら5歳ぐらいになってんだよ、絶対。あれがお父さんだよって、また娘に嫌われる展開から始まっていきますからね。うん。ロキシー連れてきて、なんか、あれみたいな感じになるんだよ。もう見えてきた。同じだよ。ノルンと同じ感情を覚えるの。シルフィーのね、息子か娘かわかんないけど、子供が。うん。あれお母さんいるのにお父さん帰ってきたと思ったら、お父さん別の女の人連れてきてる。お父さんなんて嫌い。ノルン、ノルンじゃねえわ。名前がわからん。っていう、っていう、あると思うんですけど。絶対そうだよ。僕はもう分かって、俺詳しいんだ、この作品には。絶対そうなるって。もう、で、それでまた苦しむんだ。もう苦しむのは助けてくれ。うん。もう、今度は親子関係ですか？今までは兄貴との関係性で、なんか兄貴ってこんな気持ちだったんだろうなっていうふうに思っていたけど、今度はパウロとか、やっぱり現実世界のお父さんを通して、親とはこういうものなんだなみたいな学びをするんですね。わかりました。はい、わかります。なるほど、わかりました。すべてがわかりました。すべて繋がりました。こういう気なんだろう。そういうのを見て楽しんでる人神。なんならね、人神はね、ルディの人生を見て楽しんでいる。それだけではなく、このルディの人生を見て感情輸入をして苦しんでる僕の姿を見て楽しんでいる節はあるな。いや、もう、じりじり来る、マジで。いや、まあ、救出困難、救援求む。まあ、一番頼りにしたいところではあるけどさ、でもさ、あ、でもまあ、エリナ・リーゼさんと二人で行くのか。多分そうだよね。で、合流して、まあ、ダンジョン攻略、ヒュドラみたいな、ああいうのと戦っていくっていう感じなのかな。うん、多分そうだよね。ああ、でも、ちょっと、ロキシーとの再会はめちゃめちゃ楽しみなんだけど、めちゃくちゃ楽しみなんだけど、めちゃくちゃ楽しみなんだけど、でも、絶対こじれるって。いや、でもまあ、でもあのルートだったら行かない選択肢はぶっちゃけないよな、っていうふうにも思う。うん。行かないことの影響を考えることより、行ったことによる影響を考えるより行かないことの後悔の方がいいのかなっていうところ。まあ、どうせ行っても行かないでも後悔するなら行った方がいいよね。でもマジで。
それはそうだと思う。うん、ザノバのあの一言が一番でかいと思う。なんかいてもいなくても子は生まれますぞ、守ってあげるからねっていう。ザノバがいいやつすぎる、マジで。現実世界にもザノバみたいな人いないですか？どうなんですかね。はい、というわけで、はい。今回はこんな感じで終わろうと思います。さあ、次回砂漠の旅ということで、まあまあまあ、多分エリナリーゼさんと二人で旅をするのか、まあエリナリーゼさんはでも護衛しなきゃいけないからね。そこら辺も含めてどうなっていくのかわかりませんけれども、とりあえずゼニス救出編に入っていくところでどうなっていくのか注目していこうと思います。以上、無色定説異世界行ったら本気出す第18話でした。バイバイ。ターニングポイント3でした。